クトナーホラの聖バルボラ教会のある歴史地区とセドレツの聖母マリア大聖堂はチェコ、中央ボヘミア州のクトナーホラ及びセドレツにあるユネスコ世界遺産。1995年に登録された。13世紀に銀鉱が発見されたクトナーホラは、中世においてプラハに次ぐボヘミア王国第2の都市として栄えた。鉱山労働者の守護聖人である聖バルボラを記念した聖バルボラ教会は、ドイツ出身の建築家、ペトル・パルレーシュの設計による後期ゴシック様式の大聖堂である。イタリア宮と呼ばれている旧王宮ブラシュスキー宮にはかつて王国造幣局が置かれ、クトナーホラ産出の銀を銀貨に鋳造していた。これらクトナーホラの歴史的建造物が集まる歴史地区から北東 1.5km の郊外には、市東会の修道院に併設されたセドレツの聖母、マリア大聖堂がある。クトナーホラセドレツ1994年にアイコモスの審査を受けた後、翌1995年に文化遺産として登録。2004年の訪問者数は推定20万人。この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。ありがとうございます。